よし。どうも大地方です、今日はですね、僕来月で32歳になるんですけど、このね32年間生きてきて、もう人生で最大のこう決断をしましたので、今日はですねそちらをお話ししていきたいと思います。でね、僕のこう思い、今の思いをですね、まあ赤裸々にお話ししようと思いますので、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで、その僕の人生の最大の、決断を、発表したいと思うんですが、その決断とは、来年の2023年に、僕ですねアメリカを歩いて縦断します。はい、まあアメリカ徒歩縦断っていうことなんですけど、まあその歩くルートっていうのが決まってまして、まあパシフィッククレストトレイルっていうですね、まあ通称、パシフィックの P と、クレストの C と、トレイルの T を取って PCT って呼ばれてるんですけど、そちらをですね、歩こうと思っております。まあトレイルっていうのは簡単に、まあ森林とか野原とか砂漠とか、あと山道とかをね、こう歩く道のことを言うらしいんですけど、まあ自然の中をですね、ずっと歩く形になると思います。で、この PCT は、まあアメリカの西海岸の方ですね、南のメキシコの国境からずっと北上していって、カナダの国境まで、距離が4265キロ、バックパック1個を背負って、で、キャンプしたり、野宿したりしながらですね、自然の中をこう歩いていって、縦断するという形になります。で、まあ、4265キロですね。まあ、砂漠とか森とか山とかね、湖とかあると思うんですけど、そこはですね、約大体半年ないぐらいですね、をかけて歩くということになります。で、まあ、この PCT に関してはまたね、詳しくどんなところかっていうのをね、まあ、ちょっと調べて動画に出そうと思ってます。で、このチャンネルもですね、まあ、登山メインだったんですけど、アメリカ徒歩縦断に、まあ、行くまでの準備だったり、あと実際にねアメリカに行って、まあ、アメリカは結構ね山とか、自然の中歩くので、今まで見ていただいている人でもねこう楽しめると思うんですけど、そういったものをねこれから動画でアップしていくと思いますので、まあ応援していただけるととても嬉しいです。でですね、なんでこの PCT を歩こうかと思ったのかなんですが、まあ、もともと海外の山にはね、僕、興味あって歩きたいなと思ってたんですけど、ただね、時間もかかるし、お金も結構かかるじゃないですか。で、今僕、畳職人やってるんですけど、親戚のところで。まあ、週に1回しか休みがなくて、あとですね、まあ、有給もないっていう形で、全然自分の、こう、フリーな時間があんまりないんですね。で、今回僕が歩こうと思ってる、この PCT をですね、今年2022年に友人が歩いてまして、まあそれきっかけで知ったんですけど、友人がね帰ってきて、まあ帰国してすぐねご飯一緒に行って、でいろいろ話聞いたり、あとですね、それで PCT のことをこういろいろ調べていくと、やっぱこう見たこともないような風景だったり、トレイルのこう文化っていうのもちょっと面白いなと思いまして、まあそれはまた PCT の紹介の時にどんな文化があるかとかはこうちょっと説明できればと思うんですが、まあね、実際に自分で歩いて、でその自然をね、この自分の肌で感じて、自分の目で見て、その文化を自分でこう感じたいなって思ったんですね。まあでも今の現状じゃ、仕事やってたらいけないし、でも行くならまあ半年かかるから、今後ね、まあ結婚とか子供できたりとかってなったら、もうもっと行けなくなるというか、行きづらくなるわけですよ。でね、そう思った時に、僕ね、ちょっと未来が見えて、これね、本当になんか、自分が死ぬ時に、おじいちゃんになって死ぬ時に、まあおじいちゃんになって死ぬか分かんないんですけど、もう自分の、なんか死ぬ直前の自分が、こう、なんか思い浮かんで、で、あの時、なんで PCT 歩かなかったんだろう、行けばよかったなって、で、なんかなってるのはちょっと見えて、もうそれ、なんか人生一度きりしかないのに、こう死ぬ前にね、
こうあそこ行きたかったなって後悔して死ぬのって絶対嫌で、でもなんかそれをこう頭に浮かんだ時点でもう僕の心のね、中でよし俺は PCT に行くぜっていう決断がねこうできました。まあ、PCT はシーズンがだいたい4月からだいたい10月ぐらいの間にね雪が、少ない時に歩くんですけど、まあね、今シーズンは2022年のシーズンはもう終わってるので、もう一番早い2023年の来年のですねシーズンに歩こうってもうなったわけですね。で、僕今まで本当行動力も何もなくて、でね、なんか本当に楽な人生をこう選んでまあ歩んできたんですよね。で、今までの人生でこう誇れるものっていうのがもうほぼなくて、まあ高校受験もレベル下げて、勉強会だから推薦で入って、大学受験もめちゃくちゃ誰でも入れるようなところにね、栄養入試で勉強せずに入って、まあ就職もですね、まあやりたいことがなかったので、とりあえず受かったところに入って3年間やって、で、休みがないからって言って、まあ親戚が畳屋やってて、そこでやるなら来ていいよっていうことで、まあ就活もめんどくさかったし、まあやって、まあ畳作るのは嫌いじゃないんですけど、まあ自分の時間がなかったり、まあちょっと働き方の不満とかもまああったりしたんですけど、でなんかそのまま6年間なあなあにやってきて、もうね、32歳になるのに、なんかそんな自分で一生いるのもね、嫌だなって思って、まあそこでね、ちょうど PCT っていうものを知って、めちゃくちゃ自分からね、行きたいって思って、本当にね、自分から、こう、アクションを起こして、挑戦できる初めてのことなのかなって思ってます。こんな僕でもね、行動できてるってこう、まあチャンネルを見て、まあ、見てる人にね、勇気だったり、あと、まあバカなことやってるな、でもいいんですけど、なんかね、見ている方にこう、いい影響が、与えられたらいいなとも思っております。まあね、ぜひね一緒に頑張りましょう。はい、とこんな感じでですね、このチャンネルはこれからアメリカに向かっていくと思います。まあいろいろね越えなきゃいけない壁がたくさんあるんですけど、こうパーミットって許可証が必要だったり、それもね結構倍率が高かったり、あとビザを取ったり、仕事をまあ辞めるとか、あと親に言うとか、まあね、いろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、まあこれからね、そういったことも全部上げていこうと思いますので、動画にしようと思ってますので、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。終わり。それではまた。See you!